今日は東京都国立市の方歩きたいと思います。今日は東京都の西の方、新宿駅から中央線で約30分ぐらいのところになりますけれども、国立市の国立駅をスタートします。国立市は、富士山の方向、西の方ですね、そちらに富士見通り、反対の東の方、朝日が上がる方向に朝日通りがあります。そして一橋大学はちょうど真ん中の緑がそうなんですけれども、大学通りがあります。今日はその国立市の東の方をご案内させていただきたいと思います。今日は玉蘭坂、白見坂といった国立の名所を歩いて、最後に大学通りを歩きたいと思います。そうそう、今日は助手にあきちゃんが来てくれています。はい、よろしくお願いします。とりあえずご飯食べよう。何行きますか？ここのラーメンも本当美味しいんですけど、今日は何行きます？今日はもうちょっと先行きます。こんにちは、久しぶりです。ね、ありがとう。はい、主にのサムゲタン美味しいもんな。うお、あ、美味しそうですね。これがナスメ、うん、でこれが人参、朝鮮人参、うん、で、鶏、ね、ですよね、はい、寒い日に最高ですよね。お腹も膨れ、再び国立駅の方にやってきました。国立の自慢の一つは桜です。90年ほど前の桜が200本ぐらい植えられてます。ここの道ですけど、去年の春、開通したばっかりで、すごく便利になりました。これはちょっと住宅街なんですね。この辺り、ハケがあって結構坂があって大変です。自転車だと結構大変やね。あ、中央線や。この竹垣いいね。こんなですね。こんなん普通の家違うんちゃう？
なんかすごい、なんか京都みたいな。あれ思ったらやっぱり看板あるやん。うわ、え、何これ、僕前友達から聞いてたお店やんか。こんなとこやったんや。今度はまた来てみたいね。で、こっちか。ここ波形の上の景色が見えそうな。おお、あ、綺麗ですね。ちょっと見えますね。そこに三重の塔かな、見える？ちょっと近づいて行ってみましょうか。あれ、なんかビルの上にあるみたいな感じですね。ほんまやね。ここのお寺さんは関東大震災の時に築地から移転されてきたそうです。わあ、お昼ここのお寿司でもよかったね。あ、食べたい。え？結構また坂やな。大丈夫？また大丈夫。ここを右行ったらたまらん坂ないけど、ちょっと先に左行ってみようか。1333年、鎌倉幕府倒幕の兵を挙げた新田義貞が、烏梅ヶ原にいる本陣への夜討ちのために、この地で休息。鳥の鳴き声を聞いて、夜明けを知り、時を逸した故事にちなんで名付けられた坂です。え、それって寝坊ちゃうの？
だいい感じのところですね。お前はこんなとこ住んでたなんか毎日散歩したくなるんちゃうかな。でも結構坂すごいな。なんかな、ここもあの白身坂言われてるみたいで、どっちかほんまかわからへんみたい。どっちもほんまもんってことですね。どっちもほんま。海やな。あー、ええ香りやな。梅の香りってほんまにええよね。桃ちゃうよね。なんでせせらぎ言うんやろね。あれ、ここは国分寺じゃなくて府中なんやね。ほんまですね。あのセブンイレブンのところが拝島道らしいね。なんかね、国立って意外と小さいらしいよ。そうなんですか。なんかね、東京都の中で2番目に小さいらしいわ。一番小さいのはどこなんですか。確か狛江やったんちゃうかな。
え、もうお腹空いた？いや、美味しそうやね。もうそこは大学通りやで。ちょっと歩道橋上がってみようか。スロープの歩道橋っていいですよね。こっからの眺めええんやで。駅と反対方面歩いてますよね。この先に江戸街道があるらしいよ。ちょっと行ってみましょう。そこのファミマのとこみたい。左とどっちが江戸街道なんですか？それ分からんわ。それじゃあこの辺りから、国立の駅の方に大学通りで向かいたいと思います。なんかね、そこのケーキ屋さん、アントルメのこと？そう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 。で、そこがなんか最近ドラマの舞台になってるらしいわ。ちょっと行ってみようか。今日は国立市の東の方を中心に歩いてみました。結構歩きました。また国立市を歩きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今からお茶します。Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight.Soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day.Peel off the layer and breathe. Many so close.